二代目、島津玄造二代目、島津玄造昭和26年10月3日は、明治時代から昭和時代にかけての実業家、発明家。陽名は梅次郎。続籍は京都府平民。島津製作所を創業した父の初代、島津玄造の後を継ぎ、同社の二代目社長を務めた。日本の十大発明家の一人として、1930年の、 宮中晩三会に招待されている。1869年6月17日、京都市で初代、島津玄造の長男、梅次郎として生まれた。1875年、6歳の時に、父が、島津製作所を創業。梅次郎も早くから、科学知識に興味を持ち、1884年に、ウィムズハースト式誘導機電機を作成して、 翌年の京都官業博覧会に出品し、文部大臣の森有則から激励を受けた。1894年に、初代、現像が休止したため、梅次郎は二代目現像を襲名して、事業を継承した。翌1895年には、ビルヘルム・レントゲンが、X 線を発見したのを受け、ストラスブルク大学で、レントゲンと面識のあった第三高等学校教授の、 村岡半一と共に、X 線の研究に着手した。その結果、翌年には、日本国内初の X 線写真の撮影に成功し、翌1897年に教育用、X 線装置を商品化している。また、1895年には教育用の人体、模型、哺乳類、鳥類の標本の製造、販売を開始した。一方、 現像は1897年に、京都帝国大学理工科大学から注文を受けて、鉛蓄電池を作成し、これは後に改良され、GS 蓄電池となった。この蓄電池は、日露戦争で挑発されて、軍艦泉でも使用され、1905年5月27日の、日本海海戦では、品の丸から、敵艦、権誘の第一報を受けて、 期間の味方に送信する歴史的役割を支えた。1909年に島津製作所は初の国産医療用 X 戦争地を作成し、これは河野大陸軍衛生病院に納品された。また、同年にはシアトルのアラスカユーコン太平洋博覧会で人体模型が大賞を受賞している。 さらに X 線講習会を1921年から20年間開催し、1927年には国内初の X 線技師養成所を本社内に設けるなど、X 線技術の普及に努めた。なお、この養成所は京都医療技術短期大学を経て、京都医療科学大学となっている。緑受報省の期待一時世界大戦が勃発すると、 ドイツからの蓄電池輸入が途絶えたため、三菱、大倉財閥や京都財界によって、島津製作所の蓄電池工場は、独立することになり、1917年に、日本電池株式会社が設立された。また、現像は、前年の1916年に、緑受法賞を受賞している。現像はこの会社でも、開発の指揮を取り、1920年に、 煙筒中に鉛の塊を入れて送風しながら回転して亜酸化鉛を生成する液反応性塩粉製造法を発明した。これによって1923年の第3回発明品博覧会電気工業の部で大賞を受賞した。さらにこの亜酸化塩粉から防砂剤材を作り、それを扱う大日本塗料株式会社が1929年に独立した。 液反応性塩分製造法では国内及びアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどで特許を取得し、これをはじめとする発明の業績により、建造は1930年の9中盤参会に、三木本幸吉らと共に日本の十大発明家の一人として招待された。1937年には電池を動力とする、輸送機を製造する日本輸送機株式会社が、 設立されている。1939年、島津製作所の社長を退き会長となった。さらに1945年の太平洋、戦争終結を機に、会長職も引退し、京都市左京区北白川の山荘で発明に、専念した。生涯の発明公案は178件に上る。1951年10月3日に82歳で、亡くなった。 島津元吉島津常三郎、ありがとうございます。